ダンスとローラースケート大変だったんですけど、ローラースケート私はね、わざわざスポッチャに行って練習しました一人で、一人スポッチャ、平日の夕方、高校生たち、男の子高校生友達集まりや高校生青春カップルの中に成人大学生男子一人で行き、汗だくになりながらローラースケートをして、恥ずかしかったですあ、マサルさんも言ってただってさ、なんかさ、私が行ったスポッチャがさ、ローラースケートできるところの中でインラインスケート、まあ、ローラーブレードとローラースケートとできて、その横になんかゲームコーナーがあって、その横になんかバドミントンコーナーみたいなのがあって、しかもさ、で普段練習で履いてる靴と比べたらもう粗悪品なわけ。ああいうところのやつってもういろんな人が履いてるし、長年使ってるからもうガッチャガチャだし、靴のサイズもめちゃめちゃだし、痛えしみたいな、そういう感じのところに行って、しかもローラースケートとローラーブレードやるコースの中でミニカートみたいなやつ、ちっちゃいゴーカートみたいなのとか、あとはセグウェイのなんかもっと速い版みたいな、もっと小回り効いてスポーツに使えるみたいなセグウェイのもっとちっちゃいやつとか、あとはセグウェイみたいなやつの棒がないバージョン、両足だけで乗るみたいな、そういうガジェットを全部そこでやれるみたいなコースだったんですけども、多分そのカートを同じコースで使ってるからか、床めっちゃデコボコなの、めっちゃでけえ穴開いてるし、ガッタガタだし、ボコ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 みたいな、その上走りながらあーって言ったらあーみたいな、そういう感じのところで、しかも粗悪なガチャガチャのローラースケート履いて、しかも床は妙にツルツルでめちゃめちゃ滑るっていう、ガチャガチャツルツルなのにデコボコで滑らないみたいな、どういうことっていう、そういう床で練習してもうめちゃめちゃ大変だった、危なかった。で私は結構もともと練習してるからこそある程度滑れたので、ちょっと転びそうになりながらうわーってものすごい勢いでコースをずーっとぐるぐる回り続けて、ぐる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 回り続けてたら、それを見て多分高校生たちもちょっとやってみようと思ったのか、 5,6 人の高校生の男の子たちとかカップルの男の子と女の子入ってきたりして、私がもう平然とさも普通のように滑ってるから、みんな舐めて入ってきたのか、ローラースケート全然みんな滑れなくなっててああーみたいな、ずーっと壁にこうくっついてるみたいな、これやばいこれやばい、全然これやばいんだけどみたいな、ずーっと言ってるの、私は尻目にずっとものすごい勢いでシャーシャーって滑ってて、めちゃめちゃおもろかった。だってすごいカオスな空間だったろうなと思う、今になって客観的に見たら。よくわかんない私服のあんちゃんがものすごい勢いでローラースケートシャーッシャーッシャーッって転びそうになりながら高速で走ってるんだけども、高校生たちはみんな壁にこう必死になってしがみついて、あやばいやばいみたいなこと言って、その横またその男がシューンってめちゃめちゃおもろいと思うっていう状態で、みんながなんか楽しみながら体動かして適度に気楽に楽しんでるはずのスポッチャーの中で、私は一人汗だくになりながら着ていた服を脱ぎ、シャツ一枚になり、シャーシャーシャーつってもうめちゃめちゃ必死になってやってたから、すごい面白かったと思う、あの客観的に見たら